はい。皆様、こんばんはん。2023年、えー、本日は5月の3日、水曜日のボギー大佐の言いたい放題。えー、私、担当の、えー、ボギー、テトコンでございます。まあ、南の島、今日はですね、はい、もう夏の 到来をね、告げる、ナハ・ハーリーというお祭りが、まあ4年ぶりに開催をされたということでございまして、いやー長かったですね。まあこのチャイナウイルス騒動、もう本当に3年ぐらいね、本当に沖縄に人が来ないという状況がずっとずっとずっと続いておりまして、まあその後遺症はね、いろんなところに 出ているんですが、まあそんな中でえ少しずつ少しずつ、まあ南の島も賑やかになってきたのかな、なんてね、思っております。はい。さて、えー、今夜トップページ8さんの方から、えー、かっこいい車ですね、ということなんですけど、さてこの車、なんだと思いますかはい、えー。元のね、えー 車がなんだかわかんないぐらい、いろいろ、はい、さりげなく、金もかからないようにいじくられているんですけどね。さて、今夜も、ハチさんの方から、えー、三口グニラ、肉球さんと、えー、オパイを愛好会、埼玉出張所所長さんは、なんと仙台からニラということでございます。はい、三月さんはゴールデン、 ワークということでございまして、お仕事でございますね。私も明日と、それからしあさっては、仕事の予定が入っておりまして、なかなかね、のんびり休めないということでございます。え金曜日はまたね、チャンネル桜、沖縄支局でまあ、収録があります。で、日曜日は、はい、えー fm21 の方で収録ということでございまして、まあ本当にのんびり休めたのは今日だけ。今日だけ。で、今日は私何をしたかと言いますと、久方ぶりに魚釣りに行ったんですけど、引いたのがね、あの、魚ではなくて亀だったということでございましてね。亀ですよ、亀。亀が引いたんですよ、今日は。 だから、魚は全然引かなかったということで、非常にげんなりをしております。はい、ということで、今日のトップページは、えー、これはね、えー、ナビーちゃん号でございます。えー、いろんなところに移動するときには、この車の後部座席に、ナビーちゃんが乗っているということでございましたね。はい。えー なんか元の車が何だったのか分からんぐらいちょっといじくられているんですけど、まあ私のポリシーとして、まあ、自分が自動車ディーラーにいたらですね、えー、このような感じで車をちょっと飾ってみたいなという感じで、えー、モノトーン調にね、えー、やってあります。はい。えー、元のこれベースは、はい、ベースはですね、なんと、えー、いっちゃん安い、 ミラーイースのね、一番安いやつなんですよ。ドノーマルで営業者仕様のミラーイースがちょこっとね、えー、手を入れるとこういう風に変身をするということでございまして、あの、フロントのね、バンパーもまるで最近のトヨタの、はい、車のような、えー、ブラックフェイスに、えー、いじくりまして、ヘッドライトもちょっとね、 アイラインを入れてとんがらしまして、まあ、横の方も、えー、いわゆる B ピラー、C ピラーをね、ブラックアウトをして、えー、ちょっとね、えー、高級感を出しているということで、実際にかかったお金っていうのはあまりかかっておりません。カッティングシートを買って貼り付けただけでございましたね。はい、ドアミラーもノーマルは真っ黒毛の毛なんですけど、 これもね、あの、缶スプレーを購入しまして、はい、缶スプレーで、車体色と同じ色にペイントをすると、突如としてね、あの、ちょっといいグレードの車に見えてくるから、とても不思議な感じでございます。まあ、どこから見ても一番安いスタンダードグレードには見えないという感じでございましてね。ホイールは、はい、これ弟から ただでもらったホイールでございまして、はい、弟からもらいました。えー、ノーマルのミラーイースは確かね、13インチか14インチなんですけど、これ、なんと16インチということでございまして、まあ、クラウンのノーマルと同じね、 大きさのホイールでございまして。いやー、でも乗り心地がちょっと悪いかななんてね、思っております。はい、みつ月さん。あの、ミラーイースです。これミラーイース。ちょっとミラーイースにあんまり見えないんですけど、ミラーイースでございます。ということで、えー、シの背中島をね、バックにちょっと撮ってみた写真でございます。さてね、えー、今夜は皆様にまずお見せしたい、 画像。今日はね、まずこれなんですけど。さあ、これはね、皆さん何だと思いますはい。えー、塩サバさんから、えー、ニラでございます。ありがとうございます。はい。さあ、これは何だと思いますかあ、モンドさんからもニラが届いております。ありがとうございます。はい。えー、これ。ね、どっかのマンション。 はい、マンションのような雰囲気なんですけど、これは一体何なんでしょうということなんですけど、パッと見た目、これだけ見るとね、どう見ても、あの、どっかの分譲マンションか団地かななんてね、思ってしまうんですけど、はい、実はこれ、これでございます。 はい、えー、ちょうど今那覇のね、えー、若狭の、えー、港の方に入っている、まあ、クルーズ船いやとにかくでかい大きいんですよはいまあこういったのがね入ってきたっていうのはやっぱり沖縄の観光もねどん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 復調傾向にあるんじゃないかなんてね思っていますけどこれあの実はね MSC ベリッチマという船でございまし で、まあ、乗ってるお客さんの8割が日本人らしいんですけど、全長がなんと315メートル。総トン数が17万トンということで、ま、あ260メートル6万8000トンの戦艦ヤマトより、はるかに大きい。315メーターっていうとね、米軍の、えー、空母くらいの長さが、 あります。しかし、総トン数が17万トンということでございましてね。やっぱり上にね、えー、縦にいろいろ構造物が乗っかってる分、やっぱり重いんだなぁなんて思ったんですけど、いや、これそばで見たらね、なんか県庁が海に浮いてるような、そんなね、威圧感がありまして、まあ、これから降りてきた人がもう次々次々、 道をね、渡るもんですから。いや、本当に道をこましていたということでございます。ボギー中佐。長崎でもコロナ前に見ましたということでございましてね。ただ、長崎のグラバー園の前のお土産売り場で爆買いのどこぞの国目当てに、 炊飯器とかの電化製品売ってたのを見てなんだかなと思った記憶がということでございまして、まあ沖縄でもね、あの電化製品店、そういったね、ある C 国の方々が、あの買い物に来るんですけど、それをね、目当てに、あの、わざわざね、メイドインジャパン、はい、メイドインジャパンの、えー 家電をね、取り揃えているというのをね、私聞いたことがあります。彼らね、買っていくのは行くんですけど、メイドインチャイナのやつは買わないらしいんですよ。はい。高くても、メイドインジャパンのやつをね、買っていくということでございまして、まあ、日本製がね、売れるっていうのはまあ、確かにいいことではあるんですけど、 まあ、そういったものをね、当てにするのは、実際どうなんだろうな、なんてね、思っております。あ、埼玉警備隊ラインバッカーさんもお見えでございます。こんばんわんこでございます。で、皆さんは、このゴールデンウィーク何か予定入っています中佐あたりは、ミシェルちゃん連れて、ね、あのー、猫の神社あたり、もう出るんじゃないかと私私思ったりする。 ですけど皆さんのご予定はいかがでございましょうか皆さんの中でもし沖縄に来る方がいるんであればぜひお会いしたいなというふうに思っていますけどね。はい、ゴールデンウィーク。皆さんのご予定ありましたらまた教えていただければ幸いかなと思っております。まあ、ちなみに私のゴールデンウィークは今日だけお休み。 ね、その一日にかけてえ、魚釣りに行ったら亀が引いたということでございましてね、亀です。はい。ぼっこみしてる糸に亀が引っかかってね、思いっきり竿を曲げてくれましたけど、亀です。魚は一回も引いてないですね。いやー、本当に困ったもんでございますね。初さんは、犬の狂犬病の注射。さ作さん。予定は、ケンネルと。 いうことでございまして、中佐は仕事ということで私と一緒ですね。はい、私ももうこれから、はい、明日仕事。そして明後日は桜の収録。しあさっては仕事。その次は、えー、ラジオの収録ということでございまして。本当にのんびり休んだのは今日だけ。いやー、なかなかのんびりできないですね。 さてね、まあ日本の偉い人たちも一生懸命お仕事をしてるようでございますよ。はい、これでございます。はい、えー、岸田首相ね、林外務大臣、西村経済産業大臣、長岡文科省、 はい、それが鈴木財務大臣ということでございましてね。まあ、この中で気になるのは鈴木財務大臣が言ってるのが韓国ということでございましてね。はい、何をしに行ってるんですかもしかして、国民に黙ってスワップでも再開する、そういったね、内々の話でもしに行ってるんですかね。それと、岸田首相。 はい。エジプト、ガーナ、ケニアというアフリカ諸国回っているんですけど、確かね、あの、ガーナかどっかで、またね、あの、思いっきりふざけた、えー、援助申し出したらしいですね。はい。援助申し出をしたということでございましてね、このガーナ、えー、中国のね、あの、 方からお金借りていろいろやって、まあ、借金が首に回らなくなっているらしいんですが、まあ、そこに日本がね、出かけていって、無償援助をね、申し出たということでございまして。まあ、その国がね、中国からね、えー、失られた借金を日本のお金で払うという、いや、 ゆうさ,くさんんは何とということなんですけど前々から私思ってるんですけど、日本のね、そういったあの、閣僚などが、まあ、ゴールデンウィークを利用して海外に行ってね、視察とか行くっていうのは、私これは別にね、悪いとは思いません。あの、普段忙しいわけですから、こういった時しかできないだろうっていうふうに思うんですけど、なんかね、もう行くたんびに、 支援の話はい。援助の話こればっかりですよね。まあ、最近ね、こういったあの、異次元の少子対策、少子化対策なんて言って、その代わり財源をね、ちょっと上げますよ。はい。健康保険料上げますよ、なんて。そういった話も聞こえてきますけど、まあ、国内は本当にね、どん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 やっぱりこういう 税金って言うんですか国民の負担がね、増えていく中で、まあ、政治家はこういった外遊でね、本当に、どんな気持ちで言ってるのかわかんないんですけど、信じられない数百億円単位での支援をね、ポーンって言って約束してしまうわけですから、私こういうの見てると本当にやってられないな、というふうに思うわけなんですよ。まあ 国内のね、困ってる人たちもいっぱいいるのに、まあそういったところにね、手を差し伸べることなく、海外でこうして、いい顔をしたいがために、お金をポーンと積み上げてくるっていうやり方はね、あまりにもちょっと残念すぎる。あつさん、日本人に援助してほしいということでございましたね。ラインバッカーさん、岸田さん遊説の際には北朝鮮による、 拉致事件のことをね、話の中に盛り込んでくださいということなんですけど、あのー、韓国の議員さんたちが竹島に上陸をして、ね、会見を挙げたというニュースが入ってきています。まあそういった中で、予定通り、えー、岸田さんはね、韓国を訪問するということなんですけど、これってね、 今までこの日本っていう国は韓国に対して強くね、この竹島を返せと申し入れしたことってあるんですかね私はね、ないと思いますよ。安倍さんの時でもね、そこまできつくは言ってなかったような、そんな気がしますけど、まあ、これはね、やっぱり理由があるんですよね。いわゆるね、この韓国というのは、いわゆる自由主義社会の防波堤、 なんですよ。はい。ですから、その防波堤をね、守るために、日本はね、韓国と仲良くしなさいっていうふうにね、ある国にね、あの、私は強く言われてるんだというふうに思います。その国は、まあ、自国を守るために、その韓国、日本っていう国は防波堤、 として見てるわけなんですよね。まあ、そして日本にも中流はしていますけど、まあ、そういった中で、日本とね、韓国が仲が悪くなるのは、まあ、その国にとっては非常によろしくない。ですから、もう、反強制的にですね、仲良くしろっていうふうにね、ガツーンと言われちゃったんじゃないかというふうに私は見ております。はい。 ですから、日本という国真面目ですから、ね、仲良くしろって言われたら、はい、わかりましたっていうことになるんですけど、ね、もう片方の国は、ね、はい、わかりましたじゃないんですよ。もうラッキーとしか思っていない。はい、だから、ね、日本に対して、あれこれまた平気で要求もしてくるし、日本がね、アメリカに言われてね、 韓国と仲良くしろって言われて、それに逆らえないことをね、分かってて、竹島に上陸をすると。いやー、本当にね、この日本っていう国、バカじゃないというふうに思いますよ。いや、私がね、だったら、あの、訪韓決まっていても、ね、このように竹島にね、上陸することを止めなかったというのはね、これはもう、非常に、 残念なことであると。訪韓は取りやめをね、せざるを得ないっていうことでやりゃいいのにね。そんなことせずにそのままね、訪韓してしまえば、えー、こういった韓国の議員たちがね、竹島に上陸したことを日本はね、これ認めたことになるんじゃないかと。そしてね、えー、韓国に行ってその韓国の大統領と会談しますけど、こういった竹島とか、あとね、 拉致問題について何にも言わないで、ね、またスワップの話とか、ね、あの、非常に、はい、最恵国待遇とか、そういったところだけを話をして、また未来志向って言ってね、はい、韓国と仲良くをする、そして竹島のこともする、自衛隊のね、あの、航空機に、 レーダーを照射したこともする。はい。ね。その、竹島でね、漁民の方々が韓国によってね、あの、殺されたりするのそういったこともする。ね。仏像を返せもする。全部スルーしてね、あの、仲良くしよう。未来志向で、へへへっていうことだけやってくるようであればね、もう日本っていう国は主権国家としては本当に私は失格ではないかな。 というふうにね、思っております。あ、小しさんから、はい、えー、クラッカー連発でいただいております。ラインバッカーさんから、スルスルということでございましてね、多分ね、韓国で、私はね、竹島のことも一言も言わない。そして、拉致被害者のことも一言も言わない。はい、多分、いう話は、えー、徴用工 はい。徴用工のことをまた自分から認めてですね、お詫びということを言うんじゃないかと。もしね、それやってしまえば、日本が自分からね、あの、徴用工のことでは悪いことしました、ということでお詫びをすれば、向こうからすればね、お詫びをしたんだから賠償するのは当然だ、ということになって、また慰安婦問題の二番煎じになるわけなんですよ。はい。もう片付いた話には一切触れない。 ね。はい。日韓のね、そういったあの、協定によって日本はね、あなた方のお金も払いましたと。あとはあなた方国内問題でございますと。今更日本に対してどうのこうの言わないでくださいって突っ張りゃいいいものを、わざわざ自分からね、お詫びと、ね。強い反省とお詫びっていうことで言い始めると、またね、はい、やられますよ。また謝罪と賠償。 ね、謝罪をすれば賠償っていうのが今度ついてきますから。あの国はもうどこまでもどこまでもね、本当にダニのように日本にね、食らいついてくるような国ですから、好き見せちゃいけないんですけどね。まあ本当にこのようにね、竹島に議員さんたちが上陸をして会見を挙げてね、えー、いる中で、それに対してね、あのー、 何のアクションもせずに、ヘラヘラ奉還するようであれば、その韓国のナショナリズムっていうのはもっともっと高まりね、その竹島の、えー、は韓国領だっていう根拠にね、あの、お墨付きを与えることになっていくんだろうな、っていうふうにね、私は思っております。いや、本当に日本外交、本当にね、日本の外交っていうのは下手。 とにかく下手。ね、主権国家と思えないぐらい下手。ね。正直言って日本はね、世界のね、ATM じゃないんですよ。ね。もう、ね、東アジアに行こうが、アフリカに行こうが、どこに行こうが、もう必ずなんかね、あの、支援の話して帰ってきますよね。国内こんなにね、あの、疲弊しているのに、ね。 海外では大番振る舞い。そして自分の国を守るね、ことについては、ね、あの、お金を出すことは決まったんですけど、増税するっていう感じでございまして。いや、海外に支援するから増税するって言ってやってみりゃいいんですよ。ね。どこどこにこれだけ支援します。どこどこにこれだけ支援します。だから増税しますと言って、国民に信を解いたらですね、多分私、自民党負けると、 思いますよ。ね。海外に支援するために増税しますと。こんなこと言えるはずないじゃないですか。しかし言わないまんま、こうして支援の話だけがね、次々、次々に出てくるようであればね。いや、私は本当に、この日本っていう国は、ね、外交に対する心が全くない。とにかくお金をあげることでね、えー、ウィン、ウィンのニコニコして帰ってこれればいいっていうふうに、 思ってるんじゃないかなんてね、思ったりもしております。はい。えー、ぶつぶつ音が途切れますね、ということで。ということは近くからもしかするとあの方がね、えー、車に乗って通過してる可能性がございます。はい、ということで今日はですね、えー、皆さんゴールデンウィーク何してますかと。そして、えー、大臣、そして首相、 言うは何しに外遊へということでお話をさせていただきました。しかし外遊のたんびにね、援助の話をしてくるようでは、私は本当のね、外交ではないんじゃないか。ね、相手に、ね、お金をね、あげることをね、約束をして、その場でニコニコして帰ってきたって、それってね、金の切れ目が縁の切れ目になるんじゃないの というふうに思っております。はい、ということで、えー、今夜のボギー大佐の言いたい放題、えー、これにて終了させていただきます。明日もね、また同じ時間にお送りさせていただきたいと思います。本当に連休中にもかかわらず皆様お越しいただきまして、誠に、あの、ありがとうございました。えー、また明日もね、同じ時間にお送りさせていただきたいと、 思います。ラインバッカーさんから。岸田さんの息子が北朝鮮に拉致されたら、お土産買う人がいなくなる。それはどこかでね、あの、その時初めて本気になるかもっていうことなんですけどね。いや、本当に、ちょっと、情けないというか、なんていうか、もう少しね、気概を持った外交をしていただきたい。そのためには、やはりね、力、 というのをつけないといけないだろうなというふうに思っております。では皆様明日また同じ時間にお会いしたいと思います、えー。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。